今日の授業の目当てはこれまで学んできた小数についてどういう見方をしているのかで、自分の見方を友達に表現したりとか自分の考えを誰かに伝えるっていうのが一番の目当てです。全字については身の回りの小数を探してきたりだとか、自分が小数について考えていることをどう表現するのがいいのかっていうことで、どんなアプリケーションを使ったらいいかっていうのを、まあ、少しこんなアプリケーションがあるよっていうふうには提示させてもらってます。これまで教科書に出てくる数字だけを取り扱って算数の授業っていうのはしてました。自分で探してきたもの、見つけたものをすぐ取れるっていう環境があるので、あ、これは使えるなと思って小数を探してきなさいと、そういう課題を出しました。一番僕が大事なと思っているのが子どもたちの意欲です。やっぱり自分で探してきたものっていうのは教科書に出てるものと違ってより身近ですし、で、自分が見つけてきたものを取り扱ってほしいっていう意欲も出てきます。クリップスっていうアプリケーションなんですけど、思ったことをすぐにアウトプットできる、感じたことそのまま出せるっていう素早さ、これが一番優れてるのかなと思いました。だから子ども自身にも自分が今小数で感じている見方、その数字をどう捉えているのかっていうのがすぐにアウトプットできるのかなと思います。まずは自分の考えを出させて、で、表を使って範で考えさせて、他にどんな見方があったかなっていうのをまた表現させていって全部埋めれたなと思います。アップルのアプリケーションが入ってから子どもたちの興味っていうのがすごく高められているのは感じます。一番これに使おうかなっていうのがやっぱり表現するところですね。あ、この子はすごいこれが好きなんだなとか、あ、こんな力を持ってたんだなとか、こういう表現力には長けてるんだなとか、その子どものいい面っていうのがすごくはっきり分かるようになってきたなというのはありますね。繰り返し使っていく中で一番大事なのは表現するだけではダメだと思うんです。で、そこから自分の考えを作り出していく、そのためにどの場面でどういったアプリケーションを使うのかっていうのを子どもたち自身が選択して、で、自分の表現する中で考えを作り出していくっていうふうになってくれたら最高ですね。